左秀チャンネル。はい、毎週木曜日はね、小屋の年谷さんの芸能情報です。焼けてますね。あ、まあね、あの梅雨明けが早かったんで、頑張って焼きました。<laughs> まあ近場で公園で。あ、公園で。公園で、あの上半身だけ裸になって<ー>読書しながら、半裸<あ>日光浴ですから。赤いですね。<laughs> <laughs> 信じられる。いやあのね、シミとかいろんなものを、ね、<laughs> 隠すためにも早く焼かないと。いやいや。 私横須賀で昔、はい、もうガンガン焼いてましたからね体中しみだらけですよ僕もそうですけどね見せてあげたいぐらいだから今日焼けしちゃダメとか言うじゃないですかダメなんですよ今はそんなふざけるなってね <laughs> もう真っ黒に夏焼けば冬風邪ひかないでえひ,とひと冬越せるぞとそういうふうに育てられてきてますから、ね、<laughs> 昔の爺さんみたいなこと言って<え>あところでこの間の,、はい、あの私と上ちゃんとまっちゃんと3人でやったラジオでしょう えー、あれがね、思いのほか好評で。ね、楽しかったですね。もうどうなるかと思ったけど。1にも2にも、小谷野さんが、あの、ニカスポーツでね、バーンと書いてくて。やっぱね、えー、リスナーというのはありがたいなと。ありがたいですよ。本当、ね、そう思った。あの、客観的に言うとね、えー こんなの面白いのかなと。<laughs> いや、面白かったですよ <laughs> 私は思ってたんですけど。やっぱりみんなね、喋りの達人ですからね、<laughs> どういう形式でやるかと思ったら、皆さんこうトークショーをね、えー、順番にやって、さすがだなと。いや、私はね、あの、80歳をテーマにしてちょっと喋ったんですけど、はい、あの、本当、その直後にね、はいえー、いろんなニュース見てたら、あの、ボヘミアンの、お<ー>あの、桂木由紀さんが、はい、ね、 ったって73ですか若いですよね。ね<ー>でもね70代で亡くなる方って私の70代の10年間にもね友達相当亡くなりましたしね何、はい、かがあるんですよね「80歳の壁」っていう本が今売れてるじゃないですか、うんはい、和田秀樹さんのうんあれにいろんなことが書いてありますけど。えー、腹膜がんという、はい で、一度復活なさって、車椅子ですけど、歌ってたんですけど、やっぱりこう、病気には勝てなかったと。いつ頃から病気をもう、ここ何年か、闘病をしてて、まあ、あの、それでも、こう、歌ってこその人生ですから、もう最後は車椅子で仕事、ステージ復帰するということだったんですけども、で、最後も、え、家で死ぬと、またいろいろ、 今警察を呼んだり大変じゃないですかご自分で救急車を呼んで病院で死ぬという、ええ、あ,であと近しい人には、ええ、あのいろんな、まあ、亡くなるっていうことを言ってないけど、まあ、ご無沙汰ですという挨拶あ、ね、いろいろいしたみたいですねじゃあ半ば心の中ではこうその日が来るっていうのは予感してたようなところはあるんですかね。いはいうん あの声聞いてると年分かんなかなったですねそうですすねねそ <laughs> うん、あのボヘミアンがもう30年以上前ですよ、ねうん、そうですよねそ,そういう意味じゃもう40年近くになるんですかね<ー>そういう意味ではね昔からね若い,はい、はい、30歳ぐらいからああいうハスキーな声でね独白、えー、力の、えーね、いろんなものにぶれずにこう。うん ずっと歌ってっていう、そういう人生だったと思うんですけどね,すね。いや、あの声はね、僕もラジオの仕事してるから分かりますけども、本当にね、キャラの立つね、あれはいい声なんですよ。分かりますもんね。ええー。だから、あの、真田直樹さんって今、出てるでしょ演歌で出てるんですよ。あはい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 。お父さんがよく知ってます。そう,そうそうそう。お父さんが演歌の歌手だった。はい、で、彼がやっぱり、 声がこう素直すぎちゃってね、はい、でそれでこう声を潰すっていうか個性的な声にしたいっていうんでね、ええうん、だいぶ無理をしたようなところがあるんですけど<ー>だからそういうことから言うと桂木由紀さんなんていうのはもう天性のっていうか当初は嫌だったかもしれないけどね,、うんうん、ね若い時はどうだったのか聞いたことないですけどねでもあの声でね、ええ、あの姿を見えなくてもあの歌声聞けば<う>桂木由紀さんだって分かるね。そうですよ だから私はお目にかかったことはないんですけどニュース見てね意外と若いなと思いましたそう言っちゃ失礼ですけどだから今ね平均年齢が80を超えてるから僕なんか子供の頃は70歳ってもうおじいちゃんおばあちゃんでしたけど皆さんね高嶋さんだって80歳ねそれなのに元気で今81ですか 八十です。八十ジャスト。今年の四月になったんですよ。八十ぴったり。あと十年ぐらい大丈夫ですよね。この間のこうステージ見てるとどうでしょうかね。さあ、そういえば八十一歳でほらあの料理研究家っていうか結城さん亡くなった。結城進さん。進先生。えっとですね。お金のちょっとしたネットスクープ僕だったんですけどね。あ知り合いですか。上がってきて。ああそうですか。えっとですね。結城先生はやっぱりこう頑固でね。 『丸坊主頭』でオールナイト富士ですよ最初はオールナイト富士で女子大生をね「お前包丁の持ち方も分かんないのか」っって「ダメだダメだ」って教えててあったあったそれのディレクターをやってたのがですね今度フジテレビの社長になる湊さんですねちなみにさっき話題に出た桂木さんも皆さんがプロデューサー ディレクターやってたあの皆さんのおかげのあれでねもう20年近く前にね人間体操ってやってちょっとこ共通をね痛めた時やりましたねあのボンって打って一番高く高くじゃない遠くまで飛んだ人が長く歌えるみたいなね今じゃなかなかねできないバラエティをやってますからバなことやったねテレビは時々そういうことやるんですよねそうですかそれで飾風ゆきさんこう打って打って少子化になっちゃった。 まあそれはもう昔のことですからね、今かったと。まあね、結城先生はね、やっぱりね、僕がすごいっていうのは、あの、加藤浩次、あの、極楽とんぼの、あれがで、彼がですね、今、ね日程のスッキリとかやってますけど、まあ最初出てきたときに、あの、富士の深夜でね、飛ぶ薬というね、番組やってたわけですよ。そこで結城先生のモノマネをね、 ええ、まあちょっとバカにしたよう、ね、なあのバレポーズでえみたいなのやってたで,で先生が富士のお昼にやっていたえ夕食万歳料理は愛情みたいなのがあったじゃないですかありましたね,したねそれにその格好のまま出てきたんですよ 加藤浩次が。<ー>で、もうどう見ても馬鹿にしてるわけじゃないですか。<laughs> うん、で、えぇとか思ってね、11時ぐらいの番組ですから、会社行く前に見てて、うん、したら、先生も平然として、加藤浩次もやり続けるわけなんですよ。<laughs> これすごいなと。うまいのそれが。いや、もう笑えるわけです。深夜番組だったらできる。もう本人の目の前で昼間にやってるわけですから。うんうん、これはすごいな、この、この加藤浩次って男は、と思うし、うんうん、先生も先生もね、度量広いなと思って見てて。うんうん、だから僕、 10年近く前ですかね。え加藤さんインタビューした時あの、若い時にね、あの、ゆき先生の前でやってみてそっから不安ですと。そういう話をしたことがありました。喜んでたでしょう。やっぱね、ああ、あれ見てんですかって。いや、だからその時はやっぱりね、よく放送させてくれたよね、富士テレビはね、っていう話になったんですけどね。加藤浩二さんも、あの、味わい深い、ちょっとしゃがれ声でいいね、ね。ああ、そうですね、わかりますね。最初はね、もうね、 狂言でしたけどね、あんないいしかしになったと思わなかったですけどね。えー、本当ですね。えー、ああ、そうかそうか。桂木由きさん、73歳。結城すむさん、81歳。はい。まあ、人生にはね、みんなそれぞれ終わりがありますけども、それだけ亡くなってからもエピソードが語られる人っていうのは、そうはいないですからね。長いね。えー、<laughs> 小谷野さんも。いえいえ。 本当に何<の>か一見若い人すごくだけどねかなりのキャリアをやっぱり持ってるんですわねそれがまあ財産ですけどどうもありがとうございました,ま,したまた来週よろしくお願いします、はい、芸能情報今週木曜日ははい小谷の俊哉さんまた来週